皆さんこんにちは。賃貸のまさきオリジナルキャラクターのムカスくんです。本日は奈良市大森町にありますベルベールという 1LDK の物件に来ております。こちらの物件は JR 奈良駅からほど近く、また設備も充実しているというおすすめ物件でございます。それでは一緒にお部屋をご覧ください。まずこちらが玄関スペースでございます。このように十分な広さが確保されております。そして姿見がついた縦長のシューズボックスがついています。こちらこのように傘を入れていただいたりできるように機能的な作りとなっております。そして玄関入ってすぐのところに収納がまたこちらもございます。そしてこの収納の奥にお手洗いがございます。こちらですね、温水洗浄暖房便座がついております。そして棚もありますので、トイレットペーパーや洗剤のストック、そういったものを置いていただくことができます。それではこちら入りまして、左手にありますのが洗面所、脱衣所でございます。それでは一緒に見ていきましょう。まずこちら洗濯板でございます。四隅が高く上がっておりますので、洗濯機のサイズを問わず、大体の洗濯機を置いていただくことができます。そしてその上にはタオル掛けを兼ねたような棚ですね、ハンガーラックもついております。これ洗剤を置いたりですとか、外に干しに行くまでの一時的な干し場所としてすごく重宝いたします。そしてこちらが洗面台でございます。マカス君のおすすめポイントその1、清潔で機能的な水回りということでございます。そしてお風呂に行ってみましょう。こちらはお風呂でございます。マカス君のおすすめポイントその2、快適なお風呂でございます。自動お湯張り機能ですとか、お湯抱き、そして浴室乾燥機もついております。内装はこのように落ち着いた内装となっております。ですので、一人暮らしの方に最適な、心地の良い、水回りということになっております。そして、こちらご覧ください。キッチンでございます。マカス君のおすすめポイントその3、広くて使いやすいシステムキッチンでございます。二口のコンロがついておりまして、調理スペースも十分に確保されております。浄水カートリッジをつけることができる、自動水栓。ついております。収納力も抜群です。このように大きな引き出し、引き出しこういった具合に、さらにその下の段にも引き出しがございます。またここには、床下収納も備えられております。非常に豊富な収納ですね。こんな感じになっております。そしてこちらの物件は、警備会社の警備、機械警備がついております。1階のネガティブさはありますけれども、女性でも安心と言えるのではないでしょうか。そしてこちらはテレビモニター本でございます。そしてこちらがリビングでございます。このように白基調で広くてゆったりとしております。エアコンが1基備え付けられております。こちらも新しいタイプですので、電気代が節約できそうですね。そして隣が洋室でございます。こちらの洋室はですね、光が透過するこういった仕切り、パーテーションですかね、こういった棟で、洋室とリビングを仕切っていただくこともできます。窓が1つついておりまして、こちらがポイントとなる収納でございます。マカス君のおすすめポイントその4、抜群の収納力でございます。こちらウォークインクローゼットでございます。ハンガーポールが左右に2本あります。上にも物を置いていただけますし、この台の下にも、工夫次第で大変使いやすい収納になるのではないでしょうか。またこういった一時的に服をかけておけるような、こういったものもついております。それではベランダをご覧ください。こちら1階ですので、あまり見晴らしは期待できませんけれども、このように十分なスペースが確保されております。お洗濯物もたくさん干していただくことができそうですね。以上でこのお部屋のご説明を終わらせていただきます。最後にマカス君からお知らせがございます。
賃貸のまさきではネット予約サービスほかさまざまなキャンペーンを行っております。奈良のおもてなし奈良心で皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご予約ご来店をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。